今日はアミプラザ3階のミカサうどんを紹介します。フードコートの真ん中一角にあり、和食屋さんらしく木材で枠組みされていました。うどんの種類を注文して受け取り、トッピングや出汁はセルフサービス式になっています。ミカサうどんは昭和40年に熊本で誕生した無添加出汁にこだわったうどん店です。今回はミカサ名物肉ごぼ天うどんをいただきました。学生は無料でトッピングすることができ、エビ天やきつね、明太子など豊富なラインナップから選ぶことができます。今回はとろろを選択しました。麺は少し柔らかめで、お肉は甘醤油の味付けでとても美味しかったです。無添加だしがとても優しく、ごぼ天やトッピングのとろろともいい相性でした。今回は温かいものを食べましたが、これからの季節は冷たいぶっかけうどんやざるうどんなどもあるので、皆さんもぜひ一度いらしてみてください。